じゃあちょっとこのコーナーに行きましょうか、はい、リコメンデーションズウィーク。このコーナーゲストの方、私たちの紹介するコーナーをございました。あちらの方の大きい発音良すぎて何て言ったかわからないです。もう本当は発音はね、リコメンデーションオブディスウィークなんですけど、はいはい、はい、私はもうノリで言っちゃってるんですけどね、はい、はい、1枚目でございます。今週のおすすめはこちら、ドン。これね、中間発表ですね。はい、中間の中間やね、第2弾中間でしょ。中間ね、そこの後に、はい、だからそこ森江君入ってなかったじゃないですか、はい、そこの後の中間発表ですね。速報焦ったわね、中間発表で。だから僕19位やったんですけど、18位からまあ1個だけ下がったんですよね。うん、はい、だからここで上がったらレイチェルなんでしょ、多分ね。こっから上がってんのは、こっから上がったら高井さんだけちゃいます。あ、レイチェルもそんなに変わってない。レイチェルも確か18位やったから。あ、そうか、高井さんだけグーンと上がったんだ。高井さんが多分16位かなんかでやったような気がしますね。はいはいはい、はいはい、私も1個落ちたんですよ。だからそうやね、はい、ただしさんも1個落ちてるのか。1個落ちた。ああ、谷川ちゃん結構落ちたのかな。じゃあまあまあでも入ってたからね。うん、もうこんなん言ったけど、去年の頑張りは谷川ちゃんはすごい頑張って、なんかランクインしてわーってなって、彼女も本人になってよかったなと思ったけど、はいはい、今年に関してはもうほんまやめてくれんかなと思ったね。TikTok でこう出てくるよ、はいはい、その水着が、うん、俺もう女性全員に興味ないからさ、気持ち悪くなってきて、でそればっか上がってくるんだよ。俺 TikTok あんまやってないから、うん、いろんな人のを見てたらいろんなの出てくるやん、うん、これものすごい俺が谷川ちゃんに注目してるみたいな上がり方してくるんだよ。もうどんだけやっても谷川ちゃんの水着ばっか出てくるんだよ。そうね。あ、TikTok もやってたんや。やってた。あ、知らんかった、それは。でもそれでもほんまもう気分悪いな、俺 TikTok 飛ぶ日できんかった。なんで気分悪いなんなんで気分悪いな。いや、だってさ、うん、その好きなお姉ちゃんの、はいはいはい、なんかこうやったらええねんけど、うん、身内のさ、そのカリッカリ女がさ、頑張ってる感じのカリッカリ女が頑張ってるって言うな。見てられへんねん。頑張って、まあ頑張ってましたね。だからすっさんとか面白かったですよ。だからオンラインで見てたけど、あ、去年と同じことやってたやんつって、あ、そうそうそう、泣きながらみたいな、面白かったですもん。ちゃんとそういうとこ疲れてるやんって。でもここがここで中間で、まあ、でもこれよっしゃと思った。いや、でもなんか去年のことがあるから、うん、去年ね、中間発表で27位で、あ、そうや、あなた入ってた。そうそう、入ってて、うん、ほんで31位に落ちちゃったんで、うん、まだ侮れへんなみたいな。去年の敗因は何やったん。去年の敗因、いや分からへん。麻薬、同じようにやっちゃったから。麻薬も大きいかもしれんけど、うん、同じようにやってたからかな、うん、だから今年はだからそのこれあって、その後に名刺配ったりとかやってたから、去年は何にも変わらずずっとありがとうございますお願いしますとかばっかりやったんで、難しかったね。でもね、もう次何していいか分からんねんな。いや、もう次はね、来年あってもどうしようかなと思うけど、ほんまに。だから入れる、余裕で入れるっていうのは、うん、もう分からないから。そうやね、うん、で今度はもう若手が頑張ってきよるから。そう、あとはもう奥重さんが今回なんか、うん、まあ頑張ってその、あの人入れはった人がやるから、はいはい、その方に頑張って僕に入れてもらえるように頑張るしかないなと思ってるんですよね。なるほどね、はい、奥重さんのファンの人、奥重さんファンの人がこっちに入れてくれる、2番手3番手、うん、入れるように奥重さんと俺みたいな、うん、あんだけの票入れる人やから、うんうん、確かにね、その人にこびるしかないな、すごいですよ。じゃあ、はい、ここからでもあなたはだから19位になった、はいとね、ワンラグダウンでね、19日、はい、続きましてのお写真がこれ、あ、これね、これやられるでしょ。あ、これ最後にしましょう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 、はい、これ最後にしときながら、これこれね、だからこの写真どうやって手にしたあんた。これはオンライン配信スクショしたのよ。なるほど、うん、俺これ写真見た時どうやって撮ったかな思って、みんながなんか帰っていった後にこれだけ一瞬残って、そこスクショしたね。賢っ、めっちゃあるだわこれ、俺だけ俺やないかっつって。まあほんま右手に多分小寺真理もあるんだけど、そうそうそう、小寺ちゃんもおんねんけど、うん、俺だけ残ってたので、これちょっと記念に、このパネルが最終これ撤収された時に、うん、ないないないっつって、なんで誰が撤収したんやおい。どこ残しといたいのよこれ。そうか、これももらってないんだ。もらってないですよ、だから、ね、19位のこれもらってないですからね。処分されてるから、もうだって届けてあるのかな。いや、また来年ね、もうちょっとランクアップしてもらいたいですけど、はい、じゃあ続きましての写真、はい、ね、
これね、1万4160円。これも、え、これはどこで、こんなのどこで撮ったん、これ画面、これもスクショ、これもスクショかな。ああ、そうか、多分19位でバーンって出た時に多分スクショしたと思いますわ。俺こんな画面見てないもん。うん、だからあのみんなが見てるあの、うん、モニターに出てたんちゃうかな。ああ、そうか、そう、俺らオンライン配信見てる人は一遍これバーンってこう出んのよ、画面いっぱいに。で出て、であの客席でみんなやったーとか、はあ、その後にすぐ映る。俺もよっしゃー言うてる時やったな、ほなもう。そう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 、ああ、この後すぐ多分客席その映ると思うから。はあはあはあ、そうかそうか。そう、これで何票入ったかでちょっとスクショしとこうっていう。へえ、やりましたね。14,162票って、俺去年が何票だかも覚えてないけど、去年俺だから多分9000票ぐらいしか多分もらってないの。1万票なかったんだ。なかったなかった。多分松浦が30位やったっけ。そうそうそう、松浦が30位で9300とかやったから、うん、ら、うん、そうそうそう、だから俺も多分9000ぐらいしかもらってないと思うんです。なあ、いやでも今回の躍進はすごいじゃない。でもなんか、いや、ありがたいですね。本当に腹立つのがさ、うん、そのなんか疑惑もなんもないやん、あなたがこれ19やっても。いやいやいや、俺とかまだ未だ疑惑みたいな、うん、まだ言われてんの。言われるよ。だから今回疑惑じゃないっていうことを証明するためにランクインしとかんとと思ったけど、はいはい、そうやね、2年連続ね、うん、結果なんか疑惑っぽい感じになってんだよ、ここな。なんでや、何してもなんか言われる。人やな、多分な、これな。人やなこれは、うん、まあ、しゃあない。レイチェルとか入ってんのも、え、レイチェルとかなってもいいのに、おお、レイチェルだって、おい、なんやねんこれ、うん、去年の俺とは全然違うこの感じ。確かにね、うん、レイチェル去年入ってないからね。入ってない、うん、確かに。いや、まあ頑張ってない、多分ね、本人。いや、頑張ってますよ、あなた。いろんな飲み屋で。つい、そうやね、あいつ、むちゃくちゃ飲み屋行って、なんかみんな、あの、うん、思うんだけど、あんな金あんねんやって思うぐらい、よう行ってない、飲み屋。すごいね。あんな行かねえわ、俺。後輩は、行って。俺も、そん全然ないよ。もう人の金でしか酔うのまんか、俺。言わんでいいねん。言わんでいいねん、今。言わんでいいねん。次の写真。次の写真ね。はい、もう総選挙ばっかりですけど、すみません。はい。これあの結果ですね。結果。結果、あ、そうかそうか。はい、結果。だから高井さんが16位ですよね。はいはいはい。高井さんより奥重さんの方が上なはずがない。どう考えたって。うん。もう。あ、そうか、サメちゃんが14位なんだ。14位で。うん。で、サメちゃんと安子姉さんが結構離れてんのよ。はい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 、すごい票数が離れてる。ああ、そう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 、意外とね。だ、去年上位におられたが、内輪さんとか真矢生姉さんとかおられないから。そう、いたねんから、そういう負けねえさん、そういう方たちがいない分、うん、やっぱ若手がグッと上がってくるっていう中で、うん、当然だから去年ねランクインした人間も、まあ、いとかんとっていうのもありますけど、僕はほんま、ね、でしかも枠自体は 5人減ってるからね。うん、そうやね。うん、え、去年入ってて入ってない人っておるの？いない、ね、いないでしょ。太田さん。あ、太田さんだけか。だから、うん、だから本人が辞退してはることで考えたら太田さんだけやん。あ、う、あ、ん。多分入ってないの。へえ。だからそれで俺も入ってなかったら、うん、そのなんやろ、ほんまにあかんやん。うん、疑惑になるやん。うん、はいはい。だから入っとかったと必死やったけど、そこは。うん、もうだから、もうただただ文句のように早くちゃんとしてくださいよっつってファンの人に言ってたもん。でも太一郎もすごいよね、25位で中間票ギリギリやったのに。ああ、これな、9票だけね、9票だけやから知れてるよ。ああいう裏9票だけどすごい、9人だから。森保バンバンビガロがなんか9日間ぐらい入れてへんかったら言ってたからな、あいつのせいやわ。あいつが9日間サボらず入れてたら、そんなよう覚えとんな。で、今日しゃべってたん。あ、そうか。うん、森田君、あの、よかったな、おめでとう、おめでとうやねんから、お前もっと入れろ、お前。で、お前、入れたやつ、わざわざつぶやかんねえねん。うん、あれ、腹立つわ。お前見たやつ、リツイートすんなよ、あれ、言うて。ええがな。こっそり入れといてくれよ。ええやん、ええやん、それは。ありがたいです。そうやって入れてくれ。そうやって、もう、やんにやったら毎日やってくれよ、つって。うん、これ、9日ぐらいサボったかもしれんけど。いやね、お前、とりあえず、どんなことなるか。10月ね。あ、そうですね、また、秋さんがね、うん、1位になって、で、秋さんの、俺これ21位で、うん、去年14位やって、おうおう、でまあいろいろこう皆さんそれぞれあるじゃない、はいはい、ね、役どころどうのこうの、うん、いっぱいあったね、ね、うん、もうある方が、
お前俺なだからちょっとしか出番なくて、お俺お前何やのにみたいなこと言うてはったよ。俺はもうそんなん言わんとこって、そんなん別に分からんし、うん、出れてるだけええわと思ったけど、そうようよう考えたらそういうのもあるよね。まあ確かにな、うん、だから俺よりか松浦慎也の方が出番時間多かったら、ちょっと俺の方がお前21やぞ思うもんね。あ確かに確かに、俺これで最後の方にカッパ見たら出てこうやって泳いで終わりだ、もう芝居だろだほんま暴れんで。絶対そうやろ、俺絶対そうやろとか言えぞ。絶対カッパやろ。いや絶対カッパやって。そんなはずないと思うな。うわそんな気してきた。いやええやん、おいしいやん、おいしいやんカッパ。いやカッパおいしいなんて。おいしいと思うで、あれ。いやそんな説得には応じない。何やねん、掃除場や。え応じたらええやん、それ。いやだからその何やろ、何のまあモチベーションも上がらへんの。いやカッパ、いや、うん、やること一緒やん。ああまあまあな、うん、何かしら発したいやん、うんうん、発されへんもどかしさよ。あで、お客さんの表情がどんどん曇っていくのが見えんねん。初めのことは、えみたいな、あーだけど、もうこうやってやってるやん、うん、いや、もうええってみたいな。あーでもそんな苦痛があんねん。だちょっとメンタル的には結構あるよ、やっぱ、うん、知らんかった。だってさ、うん、何もその言葉を発したらあかんっていうルールもないねんで、うん、ないねんけど一応台本にはもう書いてないし、はいはいはい、あんまりこうやって言ったら、いやお前もうあんま喋らんとってほしいねってなるったりとかすると、ほなもうちゃうんやと思って、ほなもうフィジカルだけのやつや、ほなまあもう一回出てきたりとかした時に、わー出てきてなんかわーって湧くねんけど、まだこうやってやってたりとかしたら、いやもうええねんね、湧き続けへんねん、つらいよ。つらいな。うん。で別にこういうこともできない。そうやな。そんなんちゃうねん、言われたら。そうなんや。まあ、また見に、どんな風になるかね、楽しみに。そうやね。まあ、奥重さんがカッパやってるかもしれんもんね。それはやらさへん。何やん。そうなってきたら俺がやるわ。やりたいんかい。え？やりたいんかい。いや、やりたいとは思わへんって言って、またこれ、アキさんが見てたら、ほんとやりたくないなって言ったら、やりたい。どっちかみたいな。で出れることに限って、うん、その俺にしかできない役じゃあ、それがさ、うん、この間、うん、夏休みの時に、はい、俺が営業からから NGK 出られへんかって「あきさんお前営業出られへんけ」って、ほんで「いやそうなんすよ」「いやお前あれカッパでやった一回やりたかったのに」って「うわそうすんません」言うて、でもそういうところにカットされてんのかなと思ったら、なんか知らんけどタックルさんでイカ らしいね。タックルさんでイカで出てきて、イカなんや、ほんで。でも見たけどタコにしか見えんかったようわイカでできたって言うけどタコにしか見えへんの。見た目やろそれは。ほんでタコちゃうんかって思うねんけど、イカで通すねん。へえ。全然ウケてないんだよ。なんかすっごいなんか、どっちがウケてない。え、俺の方がウケてないかもしれない。だってものすごかった。いやものすごかった、そのタコが、うん、あの大きくって足が、タコでイカが、うん、足が大きくって、でなんか出方もなんかちょっといい感じで出方なんやけど、俺の場合はこううろうろするやん、うん、うろうろすんねんけど、はいはい、なんやろ、なんかお子供の湧き方でちょっと嫉妬したジェラシーきた。ああ NGK でね、くそなんで俺これ出られへんの。でも海の話やねん、カッパ出てきたらややこしいやん。そうやな、そんなことちょっと海ちゃん、海ちゃん、かわいい。でも余計ファンタジーやん。どっちでもええわほんで。イカでもカッパでもだいぶちゃうやろ。どっちもやん、だいぶちゃうやろお前、そんなもん両方やねん。もう嫌やわ、イカやりだしたらややこしくなってくれやろ、そんなもん。調理してなんかうまい、カッパの格好で監視みたいな。なんでやろお前、嫌やわ。ネチャネチャするやんか、どっちにしても。いや、ネチャネチャするかどうか知らんけど。これでお写真終わりかな。これ終わりっすかね。で、あ、じゃあ、でそれで私の方は、ほう、あれどこやって、チラシ、これ2週間後、このそう、2週間後ね、はい、16、17日ね、はい、こちらね、ニナコに怒られた、まだやってるのかこの格好みたいなね、普通にちゃんと撮るよって言われましたけど、普通にね、はい、ちょっと惜しかったですけど、もうこれでやりますから私、進撃。初めてこの格好で進撃やりますから。もうやめ、最後です。最後、あなたも最後でしょ。最後ですよ、はい、私もなんかこの格好でやる進撃、最後、進撃最後、はい、忍者の、はい、ほんまに、まあ、ほんまにやんの、これでやります。マジで、はい、最初から最後まで、今途中で変わるかもしれんけど、まあ、まあ今のところの、今のところ打ち合わせ段階では、え、ちょっと待って、最初から最後まであかんから、今のところ最初から最後までこれない、しんどいって。
途中で黒とかなれ黒とか 色変わる、色変わる、ちゃんとした忍者になってもう最後終わるみたいな、なれ黒とか。ちょっと明日も打ち合わせがちょっと、考えますわ。そんななんか、あのもうちょっとなんかポップな感じで接してくれるかなと思ったらちょっと引いてるやん。いや、でも分からないですよね、この答えが。えやり続けた先に何か答えがあるかもしれませんから。いや、もうこれ M1 もこれでこれで出てこれで、うん、で、イリサは普通で、イリサは普通でなんかスーツかなんか着て、うん、えイネちゃんと持ってたよ。イネ持ってた。いや、その問題やない。イネちゃんと忘れず持って行って、うん、どうでもいい、ね、一応1回戦通過したよ。あ、1回戦通過した。イネ結構ハマってたよ。イネハマってた。あ、イネハマりやったよ。M1 の曲もどうかしてるもん。いや、まあそんな少なかったけど、うん、温かいなと思って。マジで。はい。稲は一回も滑らずやったよ。稲滑らず。はい。すごいやん。でも他のはちょっと明るい滑りあったけど。区内とかは。区内やってない。最後の大落ちちょっと滑りましたけど。あの稲をちょっと稲の手前のところのやつ滑りましたけど。うん、知らんわ、どうでもいいわ。で私も2分か3分ぐらいやろうなと思ったよ、うん、こんな格好、うん、ちょっと初めて45分ぐらい。いや、分からないよ、それはだんだん面白くなっていくかもしれんから。45分、そんなに出えへんの。ほんで私なんで出えへんの。いや、なんで出ないの。はい、あの、いや、2人リーダー集でしょ。そうです、そんなにガンガン出ない。イリサはガンガン。だイリサ君が、うん、その誘ってくれたからやってもらえますか、うん、言われたから、新喜劇作ったことない。ああ、そうやね。うん、だから、うん、じゃあイリサ君が作りたい台本、こんなやつやりたいっていうのを新喜劇にする、うん、まあ作業のお手伝いをさせてもらいますって言って。なるほどね。はい。だからあんまりそんなバン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 出たら、うん、ちょっとなんかあいつ出すぎやろってなるやん。こんな格好誰でもしてんのに死ぬなってくるやん。ちょっとどっちやね。ね、なんかそれ控えめで、ちょっと控えめな忍者、うん、見に来てください。ほんまの忍者や、ほんまの忍者。忍びやん忍んでる、うん、あんまり出てこない新喜劇の舞台、忍ぶなよ。出てこいよ、それは。だからそんなんです。そんな感じで楽しみですね。はい、うん、ぜひぜひ。2週間後ね、はい、ですから僕の2週間後です。2週間後、兄さんの、はい、9月16日、はい、12時30分と3時半、はい、はい、どちらも大人2000円、子供1000円で4回ございますので、17日の2回目、千秋楽、こちらの方完売目指して頑張ってます。もしよかったら、はい、お願いします。なんか、あだから私たちね、はい、まあ、今回当選しましたので、はい、10月の8日でございますね、確か8日か、一応8日だと思います。9日か、あれ、まだ仮か、あれこっち側の話になりますけど、あれ25期のライブやるんじゃないですか、あれ。あの日ぐらいに。嘘。だ僕ら出れないですよ。え？25期のライブなんか、同期のね、作家になってるんですけど、里村くんっていう子がね。でもあれバレたやろ、あれバレたやろ。あ、バレた。バレたバレた。あ、そうなの。バレちゃった。あれやろ、TT ホールから。そうそうそう。なんかダメだね、やってる。うん。あれバレたバレた。あ、そうなの。うん。言われてて、どうしますかって、うん、いや NGK の出番があります。NGK でやるっていう方向になったらしい。あ、そうなんや、うん、だから一旦バラシになりましたって言ったから。だから多分大丈夫。あ、ほな NGK でやることなんだよ。そうへー、すごいね、うん、あとバンバンのね、あ、単独イベント、単独イベント、はい、ありますからね。はい、あの、出るの。出ません。あ、出ないの。お声かかってない。あー、はい、出んの。なんか一応なんか声かけ出るな。なんでやねん。もう出んねん。あの、出るなって言われても出るわ。出るな。なんか忍者でこは知らん。なんか今日急に、うん、もうあのちょっと打ち合わせしたいねんけど、うん、おお、3分ぐらい一人芝居してほしい。嫌やぞそんなもん。どうすごいやん。どんなイベントやねんそれ。すごいやんか。いや、絶対嘘やと思う。何するのか全然分からないんですけど、もしまたバンバンねイベント見に来ていただければなと思います。はい、そして、あの新劇祭りね、はい、10月の何日かにございますので、はい、で、秋江ちゃん祭りは、秋江ちゃん祭りは入ってないです、ね、入ってないです、はい、あの私は、ね、ロキューね、あります。最後のロキュー、はいはい、もしよかったら見に来ていただきたいなと思います。こんなものでも面白い、楽しいなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。何かニーナさん、はい、言い残したことありましたら。ないです。おい。いや、だから風に気をつけてとかさ、体調管理とかさ、
今インフルエンザ流行ってますからね、ああ、あの気付けてください、ほんとにね、弱っ。なんやこの元気ないゲスト、厄年この野郎。厄明けまで来てよ。厄明け、なんで厄明けまで来ないの。嫌じゃん。まだ厄年大変や、まだ告知、厄年大変、厄年大変、そう、俺も大変やった、せほんまほんま、あんま、あの、大きくいろいろ動かんほうがええよ、厄年は、うん、大きく動かんほうがええか、もしくは、うん、逆に自分の厄を持っていける人みたいなのも人らしい、だから、結婚するとか、子供作るとか、なんかそんなんで厄除けとか厄落としみたいになるとか、いうのもあるし、なるほど、うん、で、あと役払い行ったら役使えへんくて仕事減るとかで、このね、業界、あ、なるほどね、そんなんも言われるから、意外と大変、大変やな、うん、だもうほんまにちゃんと、信用できるときに占いとか行った方がいい、ほんまやな、うん、大学生を経験に占ってもらってばっかりやもん、あの何の信用もないやん、今ハゲてへん人にハゲやろうと言ってないで、ずっと自分にさしとかじゃないの、ハゲやろうほんまやな、まあ、それでレイチェルの方がいいんじゃん、あ、レイチェルのね、はい、というわけでございました、本日は以上でございます、はい、どうもありがとうございました、モルテンラブヨシー、あー。